動画はないから、あのオープニング動画を楽しみに見てくれた人はね、まあ、ちょっとここでやめてもらって大丈夫です。はい、今日はね、あの真剣模試の2018年の11月の、問題ね、あの、まあ、例によってまたね、まだやってないっていう人はちょっと1回動画止めて、あのやってみてね。あの選択問題は2次関数と、場合の数、四角4と四角6をやってくれればいいかな。でそれやってみて、まあ、できなかったところとかね、確認してもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、四角1番の括弧1番からいきましょう。まあ、因数分解しなさいということで、まあ、これはもうテクニックも何もないかな。今見てもらえれば、うん、A がね、同じものが全てにあるから、まずは A をね、共通因数繰り出してやっていきましょう。うん、いいかな。まあ、A がね、同じものがあるから、まあ、A を出してあげて、残りを括弧の中に書いてあげて、あとはね、因数分解してあげれば。まあ、これは大丈夫でしょう。あは終わり。じゃあね、あの括弧2番いきましょう。まあ、括弧2番はね、計算しなさいっていう問題で、まあ、分配法則使ってもできるんだけど、まあ、前回も言ったけどね、できるだけ計算を工夫してやってみてね、計算ミスを防ぐには、計算を工夫することだよ。OK? で、まあ、これ見てもらうと、ここ気づいたかな？ 2 たすルート3ってのが同じものだね。あとはこれ、ルート7とルート7があるから、まあ、ここで覚えてほしいのはこれだね。この式ね、A たす B、A 引く B は A2 乗マイナス B2 乗。これをうまく使ってあげればいいね。青と青。青の2乗 B と B、B の2乗、まあこの形ね。ではこれに当てはめながら計算をしてあげれば、はい、良いかな。まずね、青の2乗引く赤の2乗になるよね。あとはこれ2乗の展開を外してあげて、4たす4ルート3たす3引く7だね。あとは計算すれば4ルート3で求めることができるね。まあ1個ね、ポイントとして、まあこれ2乗の展開これ合ってるんだけど、合ってるんだけど、頭の中でこれさ、これできないかな。これっていうのはこの展開式なんだけど、これをね、頭の中でこう展開するんじゃなくて、ルートがあるときにはこうやって B2 乗を先に計算してあげればさ、これ4たす3で7ってすぐできるの分かる？これ4たす3で7、4たす3たす4ルート3で、まあ暗算できるんでね、暗算できればちょっと早いから、まあ、覚えててもいいと思うよ。では次いきましょう。はい、じゃあね、括弧3番いきましょう。 X についての二次方程式 x2 乗マイナス2括弧 a たす 1x マイナス 4a2 乗イコール0が、まあ、x イコールマイナス2を解に持つとき a の値を求めなさいっていう問題なんだけど、ここは知ってるかな。うん、解に持つって書いてあるけど、まあ、解に持つことね、ちょっと考えよう。はい、解に持つって何かっていうと、まあ、代入して成り立つっ
ていうことね。まあどういうことかというと、例えば、まあ、この x2 乗マイナス x マイナス2イコール0っていうのがあったとして、まあ、これ因数分解したらこうだね。 x マイナス 2x たす1だよね。でこれ解いたら、まあ、2とマイナス1じゃない。でこの2っていうやつを、まあ、ここに代入したらもちろん成り立つよってことを言いたいわけ。まあ、2代入するとさ、4-2-2で0成り立つよね。うん、2を代入しても成り立つし、マイナス1を代入しても成り立つよ。まあ解に持つってことは代入して成り立つよってことね。じゃあ解答いきましょう。はい、じゃあこの1番使うよ。 x イコールマイナス2を解に持つので、解に持つってことは代入しても成り立つってことね。なので x にマイナス2を代入するよ。はい、いいかな。 x の分をマイナス2に変えました。あとはこれをね、計算してあげて、4+4a+4-4a2乗、a についてのね、項引きの順に直してあげて、マイナス4で割れるね。あ、同じ、うん、因数分解して、であとはね、 a がマイナス1と2で求めることができます。はい、おしまいです。はい、じゃあね、次ね、括弧4番いきましょう。次の絵に当てはまるものを下のね、まあ、1から4、これだね、どっちから1つ選びなさいってことで、まあ、x を実数としてあげて、マイナ x がね、マイナス1から2以下であることは、x がね、マイナス2以上であるためのほにゃららですって言ってるんだけど、まあ、必要十分のね、あの確認をしておきましょう。はい、こんな感じで、ね、A ならば B であるためのってね、まあ、こんな形で出てきます。こんな風にね、ならばの前とならばの後ろで見ていくんだけど、まあ、俺はね、矢印を使ってやっていつもいて、まあこんな風にね、A から B に行く矢印が丸だったら、 A から B に行く矢印が丸だったら、これは十分条件。B から A に矢印が丸だったら必要条件で、ここでね、呪文も一緒に覚えておいてよ。はい、呪文がこちらです。根元が十分先っぽ必要、根元から出る条件が丸だったら十分です。先っぽから出る条件が丸だったら必要です。 OK、 根元が十分先っぽ必要、根元から来るのが OK だったら十分条件、先っぽから来るのが丸だったら必要条件となるわけ。どちらも×だったら同じ、必要条件でも十分条件でもない。じゃあこの問題ね、実際にやってみましょう。あの、そのままね、これ赤と青で、まず数直線書いてみようか。はい、行きましょう。数直線書いてね、まあ、赤で、あの数字ちっちゃい方から取ってて、マイナス2、マイナス1、2だね。で、
で、赤い条件がマイナス1より大きくて、2以下。白丸と黒丸間違わないよね。で、青い条件がマイナス2以上、黒丸。うん、これでいいかな。じゃあこれ確かめてみるよ。赤から青に行きましょう。まず赤から赤。赤から青ね。赤の時は青を満たしますか？赤の時は青を満たしますか？まあ、絶対満たすよね。赤の中にいたら絶対青含まれるから、これ丸だよね。丸。つまり、根元が十分は OK と、根元が十分 OK。次ね、青から赤を見てみよう。青から赤見てみたら、青だとしても青だとしても、ここら辺は青だよね。青だよね。青だけど赤は満たされてないよね。だからこれ、×の可能性があるということ。もちろん丸の可能性だったりよ。青の、例えばここら辺。ここは青も含まれてるし、赤も含まれてる。だから、丸っちゃ丸なんだけど、ダメな部分があるよね。だからこれは×ってことです。いいかな？だからここから言うのは、根元が十分先っぽ必要。根元だけが OK だから、十分条件。つまりこれで言うと、3番でいいかな？3番が答えです。十分条件であれば必要条件ではないってこと。はい、おしまいです。3番ね。はい、じゃあね、最後、5番見ましょうか。ある商品は1個当たり60円に仕上げることができて、まあ、1個当たりね、110円で売ると1日で200個売れる。まあ、1個当たり1円値下げするごとに1日で売れる個数が10個増えるとすると、1個当たり何円値下げすると1日の利益がさ最も大きくなるかっていう問題だね。まあ、ただしの後もあるんだけど、まあ、前回もそうだったけど、まあ、長いんでね。ただし利益とは、売れた商品について客から受け取った代金から仕入れにかかった金額を引き戻す。まあ、当たり前なんだよ。また仕入れた商品は全て売ることができて売れ残りはないものとする。まあ当たり前のことを書いてるから、すごい拡大させてもらいました。で、まあこれさ、前回もあったんだけど、文章題ね、バーッと長いやつがあって、俺これ最初の時に、あれよくわかんないなと思ったの。まあ、国語力がないのかなと思ったら、あんまり理解することができないできなくて。だから、もしさ、俺と同じような、ね、症状に陥った人は、簡単ななんか流れを、書いてみるといいと思うよ。まず、X はいいよね。1個当たり X 円値下げするとはいいよね。まあ、ここはいいじゃない。まあね、子が分かんないから、まあ、X 円値下げするとしてさ、で、1個、どんどん書いていくわけ。仕入れが60円だよね。ね、仕入れ60円です。仕入れ60円。で、1個当たりね、110円で売ると、ね、まあ書いてるだけよ、本当に。ただつまんで書いてるだけね。つまんで分かんないからつまんで書いてるだけ。200個売れるんでね、売れる。で、1個当たりね、1円値下げすると、1日で売れる個数が10個増える。つまり、ここね、ここ難しいよね。いや難しくないかもしれない。ちょっと俺は難しいだけで、うんみたいな思っただけで、みんなは難しくないかもしれない。1個当たり1円値下げすると1日売れる個数が10個増える。だから109円で売ると、つまり210個になるんだよね。210個売れるんだよね。うん。108円になると220個売れるわけだよね。OK。こんな感じ。こんな感じで作っていけば、まあ、なんとなく見えてくるかなっていうところかな。まあ、利益ね、利益。利益っていうのは、まあ、当たり前だけどね、利益。利益っていうのは、利益今求めたいからね、利益っていうのは、売上引く、仕入れ。で、いいよね。売上引く、仕入れでいいよね。OK。まあ、じゃあ、ざっくり言ってみようか。売上ね、売上ってことは、今ね、X 円値下げしたってことだから、これ、単価が110円で売ろうとしてるところをね、値下げしてから、110-X でいいかな。うん、円だね。うん。これが円だね。円。で、1日で売れる個数だけど、個数。何個売れるかだけど、これ、物によって変わってくるよね。
200個だったのが、1円下がると210個になって、2円下がると220円になるから、まあ、X 円だったら、X 円だったら、まあ、これなんかな、110-X 円だったら、この辺でね、110-X 円。110-X 円だったら、ここは何個になるかっていうと、200+10X かな、200+10X。まあ、ここの分が結構重要じゃない。ちょっと最後に書いてもう書けない、間がなくて、ね、書けないかもしれない。200+10X、こうだよね、ここ、これが売上だね、売上、OK、これが売上です。はい、まあ、ちょっとすげえ汚く書いてある、大丈夫、大丈夫、まあ、書かなくていいから。じゃあ回答いきましょう、回答。はい、ではね、まず同じことをやりましょう。まず求めたいものを X と書いて、X 円値下げすると。はい、ではね、まず1日の売上からいきましょう。はい、売上っていうのはこれね、110-X。かける。売れる個数がね、200+10X、 10個ずつ増えていくわけだから 10X だね。ちょっとこの時点ちょっと難しいよね俺だけかな、うん、1日の仕入れ、はい、仕入れは何かというとね、仕入れは60円で仕入れてね、60×、売れる個数は同じだよね、売れる個数は同じ。っていうのはね、売り上げ引く仕入れをやってあげればいいから、あとは引き算して求めていくよ。よって。まあ、分配法則でやっちゃっていいかな。共通因数繰り出す？あ、繰り出そうか。200+10X が、ね、あるからね、前に出しました、ここを前に出しました。で、残りを書いてあげれば、こうだね、110-X-60。まあ、あとはバラバラするしかないかな、あとバラバラし。1万だけど、まあ、今やったのはここでね、利益が最も大きくなる時を求めたい、最も大きく、最大だね、最大、最大出す時何するの？そう、2次関数の最大値は平方完成ね。はい、平方完成をしてあげましょう。ちょっと真ん中消しちゃうよ。はい、もういいかな、もういいかな。今、マイナス10。マイナス10でくくってあげて、ここをね、X 二乗のところは X にして、半分にして、その出た数字を二乗してって書いたんだけど、もうこの時点で分かるよね、答えね。いいかな、この時点で。この時点でさ、もう軸分かるんだよ、軸。これさ、展開した後、みんな頭の中でこんな感じだよ、こんな感じ。これ書かなくていいよ。こうだよね、これいらない、いらない。こうだよね、マイナス10をね、1個ずつつけてあげて、まあ、15の2乗なんでしなかったのか、225を出せるんだけどさ、そんなのじゃないんだよ。今やりたいのって、これ、最大にする X の値なのね、最大にする X の値。つまり、この、てっぺんが知りたいわけ。
この二次関数って上に凸だよね。マイナスだから上に凸。上に凸。上に凸ってことは、てっぺんはてっぺん。このてっぺん。てっぺんが最大だよね。てっぺん最大。で、その時の x ってこれじゃない？軸。軸。軸が x イコール15。ね、ここでしょ。これが軸でしょ。15。軸だよね。だからその時の x の値。ここを教えてじゃないんだよ。最大と最大値じゃない。最大値じゃなくて、最大となる x。最大となる x だから、これ15ってことね。よって、15円。値下げした時がマックスですよってこと。まあ計算してもいいけど、求めたいことがね、何円値下げするか。で、x 円。x が知りたいから、まあ、そこでね、十分だよってことを伝えて。OK？ じゃあ次、行きましょう。はい、じゃあね、四角2番、行きましょうか。実数 AB は、A たす B はルート6、A 引く B はルート2を満たしているらしい。で、括弧1番はね、A の値と、AB の値を求めなさいです。まあこれはいいかな。まあこの2つの式があって、まあ連立してあげればいいよね。まあ A の値を求めるために、この2つの式。A たす B のやつと A 引く B の式。何算したらいいこれ。うん、A が終点でね。だから足し算でいいかな。はい、おしまい。これだね。A が、2分のルート2足すルート6。で、おしまいだね。で、次に AB を求めなさいって言うんだけど、AB ね。まあ AB、まあこうやって今 A 求めたから、まあ B も求めてあげようよ。言われてないけどね。A 求めてさ、B 求めないの変じゃん。だからね、こう足し算したけど次何算したり、 B を求めるために引き算だね。いいかな。まあ、これを掛け算するんだね。え、ここ見えてるかな、ここの部分。前と前が同じで、後ろと後ろが同じ掛け算だから使う公式、これね。はい、これ。前と前の2乗。足す引くだから、ここね、後ろと後ろの2乗をしてあげて。掛け算だからね、4分の。ルート6の2乗で6だね、6。引く2だね、ルート2の2乗。で、これ4分の4だから、あ、1っていう答えが出るわけだよね。OK？ じゃあ、そのままね、カッコ2番いきましょう、カッコ2番。まあ、カッコ2番さ、これちょっと俺も結構悩んだんだけど、まあ、A4 乗プラス A2 乗 B マイナス AB2 乗プラス B4 乗の値を求めなさいでさ、今分かってるのは A と B が分かってるからぶっ壊れるよこれ。ダメだよこれをそのままバーンってこれバーン入れたらそれはね大変なことになっちゃうよね。まあ AB 分かってるからまあここら辺ちょっと工夫したりしたとしてさ、まあちょっと書こうか。はい、まあこの式だよね、この式。まあ、この式なんだけど、まあ、A と B が分かってるから、まあ、この A をここに入れちゃダメなことは分かるよね。あの計算ミス自分でね、しに行ってるもんだからね。まあ、B をここに入れてもダメだよね。まあ、ここがなんか因数分解できるかなっていうので、うん、まあ悪くはない、悪くはない。うん、AB でくくってあげて A 引く B が残るよね。まあ、ここちょっとほっといてさ。で、AB が1なら1だよね。
で、A 引く B がルート2だから。あ、ここはまあなんとなくパッといくかなっていう。AB1 で、A 引く B がルート2だから。うん。じゃあ、あとはこいつだよね。あとはこいつ。どうしようかなって話で、みたいな。で、まあ、みんなさ、A 四乗、B 四乗の因数分解公式なんて、みんな知らないんだよ。てか、俺も知らない。うん、いいかな。これ知らないの？これ知らないの？知らない。じゃあ、これを使わない方法だなってことに、まず、発想に行ったとしてだよ。発想に行ったとして。じゃあ、ここを因数分解じゃないのかってなって、じゃあ、ここを因数分解しようかなっていう話に なるとしようよ。ここ、青い部分を因数分解すると、これね、青い部分ね、これ A2 乗で因数分解できるね。A2 乗プラス B だね。は？みたいな。どうしようみたいな。まあ、やっぱぶっ込むのみたいな。A をここにぶっ込んで、A2 乗さらにぶっ込むのみたいな話なんだけど、やっぱそれも多分違うんだよ。そんなね、激しい計算をさせたいわけじゃないから、みたいな。じゃあこっちみたいな。でもこれ同じことだよな、みたいな。になって困って、じゃあどうするみたいな。やっぱこれみたいな話になるわけ。まあいろんなね、考えながらやってほしいわけ。これもし100分あるから、まあ、100分の中でいろいろ考えるし、めっちゃ困ったらぶっ込んでいいよ。うん。これ4乗計算してよ。うん、めっちゃ困ったらね。めっちゃ困ったらやってもいいけど、まあおすすめできないね。じゃあこの A4 乗足す B4 乗をなんとかしなきゃいけないんだけど、まあ、みんなはね、これは知らなきゃいけない。これ。A4 乗足す B4 乗の方式は知らなくてもいいけど、これまで知っておかなきゃダメなの。A2 乗足す B2 乗っていうのは、うん、これは知っておかなきゃいけない。A2 乗足す B2 乗っていうのは、A 足す B の2乗マイナス 2AB。いいかな。これはね、めっちゃ出てくる、入試で。これ、ハッともかもしれないけど、これ展開してよ。A2 乗足す 2AB 足す B2 乗。2AB ここにあるね。だから消えるよね。だからこれ、サインと辺は何だっすよね。これなんでめちゃめちゃ出るかっていうとさ、ここなんだよ、ここ。これさ、A2 乗足す B2 乗っていうのは、これ、ま、足し算、足し算と積で表すことができるから、和と積を使った問題ってものすごく出るのね。だからこれね、とてもよく出ます。和と積を使って表す問題。これがさ、ちょっとさ、和じゃない。うん。和じゃない、これ。和じゃない。で、ここ見て。積じゃない。そう。和と積が出てきたら、この公式は鉄板なんだよ、鉄板。じゃあ、なんでお前気づかなかったんだって話なんだけど、まあ、4乗足す4乗って出てこないんだよね。4乗足す4乗ってあんま出てこない。だから俺は気づかなかったんだけど、まあこれをね、踏まえれば、4乗足す4乗も同じようにできるよね。これは覚えなくていいよ。はい。じゃあここね、A4 乗足す B4 乗をどうやってやるかって話なんだけど、これも同じように考えれば、こうでいいんじゃない？はい。A と B のところを、A と B のところね、A2 乗と B2 乗に変えてあげればさ、これ展開したら、A4 乗足す、よ、に、A2 乗、B2 乗。で、ここはね、消えるよね。消えるよね。だから、サインの辺が同じになるよね。同じになるよね。で、ここ、A2 乗足す B2 乗のところに、この公式を使ってあげるんじゃない？ A2 乗足す B2 乗は、ここの部分に使ってあげれば、これ何かっていうとさ、ここにさ、和があって、ここに積があって、ここにも積があって求められるよっていう問題。難しいよね、難しい。まあ、絶対これまで知っておらへん。これ知っておいて、さらにね、あとこれがね、導き出せれば、この問題はできるよってやつ。OK、じゃあ回答いきましょう。じゃあ、回答いくよ。まずこの式ね、この式そのまま書いてあげて、じゃあね、この式をね、すべて和と積で表していくよ。まあ、和と積で表すよ。ここにあるね、和と積、和と積を使ってすべて表していくよ。
B4 乗前に持ってって、まあ、これを後ろに持ってっただけで、ここの部分ね A4 乗足す B4 乗だけど、まあ、これっていうのはね、まあ、これが知ってればこれのね、まあ、ちょっと変形バージョンだね。これの変形バージョン、青いやつの変形バージョンで、まあ、この式を作ってあげます。で、こちらはただ共通因数繰り出すだけ。 AB があったら AB で繰り出して A-B、OK?で、このままだったらね、まだね、和と積の形になってないから、ここで黄色の公式を使いましょう。A2 乗足す B2 乗っていうのは、これね、A 足す B の2乗マイナス 2AB。 いいかな、ここね。A2 乗足す B2 乗はこの式だ。で、後ろにね、マイナス2。A2 乗 B2 乗ってあるけど、これってさ、これから出してもいい？ AB の2乗でも同じじゃない？ A の2乗、B の2乗って AB の2乗でもいいよね。和と積と積で、和と積で全部表せたね。で、いや、ここ和と積じゃなくて差じゃないかと思うかもしれないけど、まあこれはさ、問題文に載ってるじゃん。 A-B がルートに載ってるからそのまま使って、今 AB はここはいいね、積は1だから 1×√2 いいかな。で、あとはね、どん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 代入しよう。A たす B がルート6。ルート6の2乗だから6だね。6。6引く2だね。AB は1だ。AB1 だ。の2乗。引く AB は1だね。1の2乗は1だから2。たすルート2。6引く2で4。4の2乗16。引く2。たすルート2。つまり14足すルート2で求められるわけ。OK。まあ、これをね、まあ、A と B をね、まあ、このまま無理に突っ込むと、まあ、それは計算ミスがね、激しくなってしまうから、まあ、ここのね、まあ、この対象式の公式があるから、まあ、そこからうまくね、このブルーの部分ができれば、ここね、まあちょっと難しいかもしれないけど、まあ、ここをね、できればこの問題はできるよってやつ。OK。じゃあ、これでおしまいです。はい、じゃあね、四角2番の続きいきましょうか。長いね、長いんだけど、まあ、問題自体は全然難しくないから、まあ、読んでもらって、太郎さんと花子さんのクラスでは次のような数学の宿題が出された。この宿題について2人の会話を読んで下の1、2、まあ、これね、1番と2番の問いに答えなさい。まあ、去年もね、2019も太郎と花子さんだったから、また2020も太郎と花子さんで来るんじゃないかなと、思われます。問題はね、この単にこの不等式、まあ、ちょっと絶対値が入っているからね、まあ、ちょっと難しく感じるかもしれない。絶対値付きの不等式を解く問題です。会話としてはね、太郎くんがね、まあ、太郎くんいつもなんかね、ちょっとね、ちょっとポンコツなんだよね。で、花子さんがちょっと注意する感じね。それも変わってません。宿題を解いてみたんだけど、自信がないんだ。ちょっと見てくれないかなってことで、まあ、こんな式がわーっと並んでます。で、花子さんがね、まあ、あの部分が違うんじゃないかなって言ってんだよ。テキストにはこんな風に書いてあります。まあ、その公式はね、ちょっと割愛させてもらったんだけど、まあまあまあ大丈夫だよ。で、1番、あについて式 A で1から5の値を誤っている部分の番号として適するものを一つ選びなさいということで、じゃあ見ていこうか、ここからね。1番から5番まであるけど、どこが間違ってるんだろうね。まずここ見てみよう。絶対値の、マイナス X の絶対値が X に変わってるね。これいいのかって話なんだけど、これは OK だよ。いいかな。絶対値の2と絶対値のマイナス2、これは同じ2だよね。OK。ここの中身にマイナスを掛け算してもそれは OK だからね。絶対値って距離だから、最後の部分がプラスになっていればいいから、中にマイナスを掛けようがね、マイナスを取ろうが、それは全く問題ありません。だからここは丸です。丸。で、次ね、ここ行きましょう。ここは1を移行しただけだから別に全く問題がないね。で、次。ルート5引く3で割りました。これどうだろう、ここだよね。これ×です。ここ×、つまり3が答えです。3が答え はい、3が答えなんだけど、なんでこれ×なんだろう。ルート5引く3で割ったらなんで間違いないのこれ。
これいいかな、ルート5っていうのはだいたい 2. ほにゃららだよね。 2. ほにゃらら、つまりルート5引く3ってことはこれ 2. ほにゃらら引く3だから負だよね。これマイナスなんだよ。ルート5引く3っていうのがマイナスの数、マイナスの数です。マイナスの数で掛け算するとこの不等号の向きが変わるんだよね。ここね、変わらなきゃいけない。なので3番が答えということになります。いいかな。あとはいいかな、ただ有理化しただけ。ルート5引く3、ルート5足す3を上と下に掛け算しただけで、これ絶対値の外し方いいかな。この向きの時にはこの外し方、この向きの時にはこの外し方、 OK？ ここね、この時にはこの書き方しかないんだよ。いいかな、これは合ってます。で、下線部 E について、A が、これがね、間違えてるコンピュートしてっていうのが、これは書いちゃっていいかな。選択肢で書いてあるのがこんなね、 B です。 B が答えになります。 B が答えで、 B に何が書いてあるかって、 B にはね、こんなことが書いてます。掛け算すると不等号の向きが変わってるよってこと、変わってるよってこと、不等号の向きが変わってる。割り算したとしても C で割り算したとしても不等号の向きが変わってるよっていう定理ね。 OK、 これが B が答えで、最後ね、問題に対する正しい回答を書きなさいってことなんだけど、まあここまではあって、これ不等号の向きが違うだけだからここまではパスしちゃうよ。ここまで同じね。絶対値 x がこうだね。違うのがここだけだから、ここだけ。あとは合ってます。ここ合ってます、ここ合ってます。ここで不等号の向きを変えます。不等号の向きは変わってます。これだけね、これだけね。なのでこれ不等号の向きがこの向きだから、この向きね、この向きの時には答えの書き方ね、これしかありません。OK、 この書き方しかありません。あとはこれにプラマイをつけてあげて、これにマイナスをつけて4分のマイナス3マイナスルート5、そのまんま4分の3足すルート5、こっちもそうでね、マイナスをつけて、プラスそのまんまの形ね。この2つしか絶対値の書き方ないのでね、どちらも覚えておいてね。はい、ではおしまいです。はい、じゃあね、次ね、四角3番いきましょう。二次関数ね、fx イコール x 二乗マイナス ax プラス b があって、fx の最小値が1である。まあこれのヒントしかないんだね。まあその時に b を a を用いて表しなさいということで、まあちょっと考え方書いておきましょう。はい、考え方だけど、まあ最小値がここにね、マイナス1ってあるんだけど、今ね、この fx っていうのがどっちに凸のグラフ？そう、下に凸だよね、これね。で、下に凸のグラフだから、まあ、fx がこんな感じ。はい、これが y イコール fx のグラフです。y イコール fx のグラフ。で、この fx のグラフで、まあ、最小値ってことは、ここだよね。ここだよね。ここが最小値。つまり、最小値の場所っていうのが、ここ名前がついてるね。ここの名前何？頂点だよね。はい、頂点の y 座標の値でいいかな。はい、頂点の y 座標がすなわちこれが最小値になっているよね。まあそれが分かればあとは解けるかなって感じ。いや、fx っていうのが下に凸です。下に凸、下に凸のグラフの最小値っていうのは頂点の部分でね、まあ、頂点の厳密に言うと頂点の y 座標、頂点の y 座標がちょうど最小値の場所になっているよね。じゃあ頂点の y 座標を出すためにまず平方完成からやってみます。
はい、この FX の式ね、平方完成して、はい、こうなるね。で、頂点が、これだね。で、頂点の y 座標、こうだね。頂点の y 座標が最小値になっているんでね、最小値が1。なのでこれを方程式作ってあげれば、はい、よいかな、最小値が1だね。で、あとはね、B を A を用いて表しなさいって書いてるから、あとは B イコールにしてあげれば、はい、おしまい。4分の A 以上プラス1だね。はい、じゃあね、続けてね、括弧2番いきましょう。まあ、括弧2もちょっと似た感じなんだけど、まあ、X がね、今、0から2の範囲だけで考えて、次はね、最小値が2となるような A の値を考えなさいって言ってて、まあ、さっきは、まあ、このグラフ FX がどんな時でも最小値が1って言ってたの。でも今回ね、区間がついたんだよ。0から2、0から2の区間までってのがあるから、これはグラフを書いて確かめていかなきゃいけないよ、考え方としてね。はい、どんな風に考えていかなきゃいけないかっていうと、はい、まずね、0から2っていう範囲があるけど、0から2の時に軸だね、軸。今回軸見てよ、軸。頂点はさっき言ったけどさ、軸さ、これ x イコール2分の a だよね。うん、これ x イコール2分の a ってさ、場所分かる？どこにあるか分かんないよね。分かんないから全パターン考えなきゃいけないわけ。まず2分の a がここの時、前回も言ったじゃん。次ね、0から2 はい、0から2においてこの真ん中なんだけど、間なんだけど、間の中の左寄り、だから真ん中取ってね、1取って、次はね、こっち寄り、左寄り、次が0から2の真ん中なんだけど、ちょっと右寄り、最後、はい、一番右で考えなきゃいけないんだよ。なんでってちょっとグラフ書いてみるよ。グラフね、 FX は今下に凸だよね。下に凸だけど、下に凸、こんな感じね、こんな感じ。下に凸なんだけど、0から2の範囲だけ実線にしてね、全部書いてるよ。はい、こんな感じ。0から2の範囲だけ実線にしてあげて。なんでこんな4パターン書くのって、最小値の場所が違うからだよ。いいかな。ここが最小値だ。最小値ここずれたよ。今ずれたの分かった？ここの丸一番のグラフは、最小値は x が0の時だけど、これは x が軸だね。軸ってことは2分の a の時だ。2分の a の時、 2分の a の時は最小値。これ見て、これは軸だね。軸が最小値。で、これは最小値がここだね。まあ、こんな風に、軸の場所、軸が、前回はこの区間だったね、区間の場所が謎だったね。 A から A たす2とか、具体的な場所が分かんない。今回は軸がもう不明、2分の A ってのはどこにあるかが分かんないから、4パターン、左、真ん中より左、真ん中より右、一番右の4パターンを書いて考えていくんだよ。 OK？ じゃあ、回答いきましょう。はい、今回は最小値だから、最小値ね、最小値 X、 ここでね、これから見てみるか。 X
ですが、0となる最小値は丸1番しかないのに分かるかな。 x が0の時、いいかな。最小値が x イコール0、これは x が2分の a、 x が2分の a、 これは x が2だね。だからこれしかないね。丸1番だけ考えましょう。丸1番、丸1番の最小値は x が0だよ。じゃあまず軸から考えよう。軸が今0よりちっちゃいでいいかな。軸が0よりちっちゃい。軸って何って、2分の a。 両辺に2をかけての時、これの時の最小値、最小値、最小値は x が0の時最小なんだね。 x が0の時、x が0の時ってのは f0 で書いていいかな。 f0、 f0 っていうのが 0 0 b b だね。 b で最小値が2より b イコール2となるよね。 b イコール2 OK で、 b イコール2で、あ、終わったかなと思うんだけど、絶対的な条件が今あって、これだね。括弧1番で b は4分の a2 乗プラス1、これは常に当てはまってる値だよ、いいかな。あの、これは何の条件もない、何の条件もなく最小値は1で求めた条件で、 b は4分の a 乗プラス1、これに当てはめてみるよ。はい、b がね、今2って出たから2を入れてあげれば、4かけて A がプラマイルート2って出るね。 A がプラマイルート2なんだけど、今1番で考えてるのは A が0より小さい時だけだよね。 A が0より小さい時だけだから、 A はマイナス2って出るわけ。 OK、 A がマイナス2、これで1番が終了だよ。ちょっと難しいね。次いくよ、2番。はい、じゃあ次ね、2番考えていくんだけど、2番の最小値ってx が2分の a の時だよね。2分の a の時で、3番も x が2分の a の時が最小値だよね。だからこれ2と3をミックスしてやってしまうよ。まあ別々にやってもいいんだけど、どっちにしろ最小値が x が2分の a、 x の2分の a だから、ここは違うね。 x は2の時、 x は0の時だから、2と3をミックスして、はい、まず軸から考えましょう。軸ね、軸が2番の絵だと0から1だよね。2番の絵は軸が0から1、3番の絵は1から2、つまり軸が0から2、いいかな、0から2までの中に軸があるとき、はい、軸が0から2で、軸っていうのが2分の a、つまり A がね、0から4の時を今から考えていくよ。0から4の時を考えていくよ。で、最小値いきましょう。最小値、最小値っていうのがここでね、 x イコール2分の A で最小だよね。 x が2分の A で最小、このことを f の2分の A で書けばいいね。 f の2分の A、 x イコール2分の A のことを f の2分の A、 f の2分の A はこっちよりもこっちに代入したがすぐ分かるね。 x に2分の a を代入したら0だね。0、残りがこれ。はい、となるんだけど、それが最小値なんだけど、これが最小値なんだけど、今最小値が2だね。はい、最小値が2よりこれイコール2にする。うん、これでいいかな。マイナス4分の a2 乗プラス b イコール2だね。2だね。で、出るんだけど、出るんだけど、まあ、さっきはね、b がパッと出たけどさ、これが絶対の条件なんでね、これ使うよ。
はい、B が4分の A2 乗プラス1ってことは代入しちゃおうか、代入しちゃおうか。はい、ここに代入したよ。 B のところに4分の A2 乗プラス1を代入しました。するとこれ1イコール2、謎じゃない？ 1 イコール2、1と2って同じなわけないよね。つまりこれ何が言いたいかって、不敵なのよ、ありえないって話。よって不敵、この2番と3番に来ることはありえないって言ったの。ありえないね、1イコール2になってしまったから方程式の成り立たない。 OK、 だから2と3はないんだよ、ない、解なしみたいなもん、解なし。4番いきましょう。じゃあね、最後4番ね、ちょっと慣れたかな、ちょっと慣れた。じゃあ4番いくよ。まず軸の場所から確認しよう。今回軸がどこにあればいい？2より大きい場所にあるよね。といいかな、軸が2よりも大きい。で、軸っていうのが、はい、OK、いいかな。今やっていくのは A が4より大きいときだけを考えるよ。 A が4より大きいときだけね。じゃあ最小値を見てみましょう。最小値、最小値、最小値は、いいね、 X が2のとき最小だね。これのことを F の2と表すんだね。 F の2、 F の2は、まあ、こっちよりもこっちに代入した方が楽じゃないかな。こっちに代入して4-2a 足す b、 OK？ これが最小値だ、最小値。最小値はこれなんだけど、今ね、問題文に2って書いてあるから。はい、これを2にしてあげて。あ、ちょっと計算しようかな、ちょっと計算しようかな。はい、そうなるね。で、今ね、絶対的な条件があるんだよね。B イコールのやつ、あれを書いて。はい、オレンジの条件を使ってあげて、ここに代入しようか。これをここに代入して。ちょっとね、あの分数だったら嫌だから4倍して、こんな方程式出たね。 A2 乗マイナス 8A プラス12、これは因数分解できるね。はい、 A が2と6っていう答えが出ました。じゃあ答えこれでいい？ A が2と6でいい？終わっていい？ああ、ダメでしょ、組ね。今 A が4より大きい時をやってるから、より A イコール6、 OK？ この時は A イコール6です。はい、あとはね、ここのね、1,2,3,4、今は1番やって2番3番やってね、同時に、あと4番やった、その答えを書きましょう。1番の時の答えが A イコールマイナス2だったね。これの時は解がありません。で、丸4番の時に A が6っていう答えが出たので、この値 A イコールマイナス2マイナス6、おしまい。はい、じゃあね、最後ね、カッコ3番いきましょうか。まあ、カッコ3番はほとんど同じなんだけど、まあ、0から2における X が0から2における FX の最大値をラージ M、 最小値をスモール M とした時、まあ、こんな条件があるんだね。こんな条件、ラージ M イクスモール M イコール3かな。どうなるときの A の値を求めなさい。だから、まあ、さっきやった、まあ、カッコ2番の、まあ、このさ、 A イコールマイナス2っていうのは、これはもう変わったよ。いいかな。さっきは最小値が2ってさっきは決まってたんだよね。だからここは消しちゃうよ。だからこれも消しちゃうよ。 OK、まあ、この場所は同じだね。 A が0より大きいと、あ、0より小さいときは同じだね。じゃあここのね、 M と M を、ラージ M とラージラージスモール M の、ね、イコール3を求めていくよ。
ある日のね、この時から考えていきましょう。まずね、ラージ M っていうのがここだね、ここラージ M っていうのが X が2の時、つまり F2 F2 っていうのはもう計算したらね、これ使っていいかな、まあ代入してもいいけど 4-2a+b はい。で、スモール M、スモール M はここだね、最小値のことだね、最小値、最小値が F0、 F0、X が0の時なので B。 ではラージ M 引くスモール M イコール3を使ってでね、ここにね、代入してあげればいいね。はい、A がね、2分の1と出ました。じゃあこの答えはどう？合ってる？ダメだよね、こうね、今は A が0、小さい時だけを考えてるから、これは不定期だね。丸2番ね、次丸2番。さっきはさ、これさ、丸2と丸3さ、一緒にやったのは、これ最小値が同じだったからだよね。同じだったから最小値の場所。x が2分の a、x が2分の a の時最小値が同じ。なんだけど今回は、スモール m だけじゃなくて、スモール m。スモール m だけじゃなくて、ラージ m、つまり最大値。最大値。最大値も必要になってくるね。m 引く、ラージ m 引く、スモール m イコール3。だからこれどっちも場所が同じだったらやってもいいけど、ラージ M とラージ M の場所が違うよね。2と0で違うからこれ別々にやらなきゃダメなんだよ。 OK、 丸2番ね。丸2番いきましょう。じゃあ範囲が今これでいいかな。軸が今0から1の範囲の時ね。この時っていうのは今ね、これだね、 A が0から2の時だけを考えていくよ。じゃあ次、最初ね、ラージ M からいこう。ラージ M っていうのが F の 2X が2の時なので 4-2a+b だね。で、スモール M、スモール M、スモール M がここ F の2分の A、F の2分の A、F の2分の A がスモール A、あ、スモール M。で、これがね、こうだね、マイナス4分の A2 乗プラス B だね。で、最後にこれを使おう。ラージ M 引くスモール M イコール3しましょう。いいかな。 B とマイナス B がなくなって、でこれね、あの4分のが分かりづらいから全部2読みかけて、2倍バージョンですかね、2倍バージョン。はい、いいかな。4たす2ルート3まで一気にいっちゃったよ。いいかな。1分のでなくなって16-4、16-4で12、12というのが2ルート3で、これが答えでね、合ってるかなってとこなんだけど、みんなが今考えられないのこれだよ。 A が0から2の範囲に入っているかって話なんだけど、プラスの時には明らかに入ってないよね、かな。まあこれはね、明らかじゃない、0から2までで4にプラスしてるから、これは明らかに不適だよね。
問題は僕だよね。4引く2ルート3だけど、これどうだろうね。まあ簡単に計算しようか。ルート3って大体どれぐらい？ 1.7 までいったらね、悪いね。ルート3。1.7 ぐらいだとして、2ルート3が2倍して、3.4。いいかな、3.4。つまり4引く 3.4 だから、まあ、0.6。入ってるよね、入ってるよね、入ってるね。だからこれは答え、答え。はい、ここでね、1個目の答えが出たね。A が4引く2ルート3が1つ目の答え。ここでね、丸2番の答えです。じゃあ次ね、丸3番いきましょう。はい、じゃあね、次ね、丸3番いくよ。丸3番、まず範囲書いてないから範囲から書こうか。軸っていうのが軸の2分の円、不明な場所が1と2の間だね。いいかな。今回考えるのは A が2から4の時だけだよ。2から4の時だけ考えていくよ。まず、ラージ M からいこうか。ラージ M っていうのが、X が0の時だから F0。F0 は B だね。次、ラージ、スモール M。スモール M っていうのが、X イコール2分の A。この時は、マイナス4分の A の乗プラス B だね。で、今使っているのはこれ。黄色の式を書いて、代入してるよ、代入してるよ。B がうまくなくなってくれたね。両辺4倍して。3だけど、まあマイナスの場合はありえないね。ありえない。いいかな。 A が2から4だからマイナスの場合はありえない。プラスの場合だけど、ルート3っていうのは1.7 で2倍して 3.4 入ってるね、入ってるね。よって答えです。いいかな。プラスの時は答え、2から4の時 A が2ルート3は答えだね。うん、これが答えで、最後丸4番では、丸4番のね、範囲はもうさっきやったね。 A が4より大きいやったから、ここはそのまま書いちゃうよ。 A が4より大きい時だけを考えていくよ。じゃあね、アホラージオだね、スモール M。 じゃあラージ M からいこう。ラージ M が X が0の時、 F0 が B、 スモール M が2の時だから F の2。 はい、で黄色の式を使ってあげて、ここもね、B がうまく消えてくれるね。 2A が7、 A が2分の7だ。じゃあ A が2分の7はどう？ダメだよね、これ 3.5 だ、 3.5。 4より大きくないね、つまり不適。はい、となりました。つまりね、丸1番不適でした。丸2番が4引く2ルート3が答え、丸3番が2ルート3の答え、丸4番は不適。1から4より A の値が4引く2ルート3というのが1つ目、2
2つ目が2ルート3。はい、おしまいです。はい、じゃあね、ここからは選択問題だね。選択問題は4番とね、まあ、6番を選択していて、まず1つ目のね、4番の2次関数からいきましょう。x の不等式 x2 乗マイナス x-6 がね0以上っていう1番目の式と、まあ、もう1つがね因数分解されてあって x-1x-2a-1 がね0以下っていう丸2番の式があります。まあ、かっこいい番をね、不等式丸1番を解きなさいってことだから、まあ、式Z ね解いちゃいましょう。はい、じゃあね、この丸1番の式だけど、まあ、これ因数分解大丈夫だね。はい、このようにね、因数分解ができて、で、この向き、二次不等式のこの向きの時には、書き方がこれしかありません。いいかな、この向きの時はこの形だけ。あとは小さい方から順に入れていってあげて、これ3とマイナス2が出てるね。なのでマイナス2、3、おしまい、OK？ はい、じゃあね、括弧2番もそのままね、いきましょう。括弧2番はね、A は正の定数として、まずはね、不等式丸2番を解きなさいということで、まあこれ丸2番さ、はい、もうね、因数分解されてあってね、あとはこの形。この向きの時にはこの形。うん、これしかないね、これしかない。これしかないから、あとはね、小さい方、大きい方から入れていくんだけど、まあ一個注意点があって、まあここから出てくるのが1だよね、1だよね。こっちから出てくるのが 2a+1 だよね。じゃあこれどっち入れようかなって話になるよね。ちっちゃい方どっちだろう。でね、でもここの問題文見てみたら、問題文に a は正の定数とする。うん、で書いているから、まあ、ここでね、まあこの一文があるといいね。 A は0より大きいよりっていうのがあるといいね。そうしたらさ、この 1と 2a+1 どっちが大きい？うん、こっちだよね、明らかにこっちだよね。 A は正です。1と1っていう同じ数があって、プラスの数を足し算したら、それはこっちの方が大きくなるよね。なので答えは、うん、で、おしまいだ。で、引き続きね、またったよね、また不等式1、2を共に満たす x が存在するような a の値の範囲を求めなさいって書いてんだけど、まあ、不等式1と2、まあ、書いてみようか。これが1番だね。これが2番です。これが2番。今いいかな。今は a は正の定数として考えてるから、このまんまいくよ。1番と2番ね。で、数直線で表せば、これがね、丸1番の数直線がね、マイナス2以下、3以上になっていて、丸2番の不等式がこれ何かっていうと、1以上、1以上、1以上だから、もうここだね、ここから。ここから以上って書いているんだけど、まあ 2a+1 ってこれ謎だよね。これはよくわかんないね。2a+1 っていうのが、まあ、どんな場所なのかわかんない。でも、ここにね、やってほしいのが、共に満たす x が存在する。共に満たす x。ここで終わったらどうだろう。ここで終わったら。もし 2a+1 っていうのが、ここで終わってしまったら、共に満たす x は存在するかな。うん、しないよね。しないよね。どっちも重なる部分がないよね。じゃあ、これを延長してあげよう。じゃあ、ここだったらどうかな。ここまで行ってたら、2a+1 がね、ここまで行ってたら、これ、共に満たす x は存在するかな。うん、存在するよね。ここら辺で存在してるじゃない。ここ。ここら辺で存在してるじゃない。つまり、この 2a+1 っていう最後の部分ね、最後の部分。2a+1 が3よりもこっち側にあればいいんだね。うん、こういうイメージ。 2a+1 っていうのがね、3よりもこっち側にあればいいんだね。じゃあ右側にあってギリギリどうだろうね。ギリギリ、これっていうのは黒丸だよね。黒丸だよね。じゃあ3ギリギリだったらどうだろう、うん、ここだったらどうだろう。共に満たす x 存在するかな。これするよね。ここでちょうど
ちょうどここでどっちも黒丸だから、白の丸一番も黒丸だし、青の黒丸も丸一番だから x イコール3っていうのが存在するよね。つまりこれイコールをつけていいっていうことになるんだよ。あとはね、これイコールして計算すれば、はい、おしまい。 OK。 はい、じゃあね、最後ね、カッコ3番いきましょう。 a は0でない定数とする。まあここがちょっと今回の問題のポイントかな。ここね、 a は0でない定数とする。で、その時ね、不等式1、2を共に満たす定数 x が1個だけ存在するような a の値の範囲を求めなさい。まあ、カッコ2番と似てるんだけど、まあ、1番と2番の不等式を使うんだよね。まあ、1番はこうなった、こうなった。で、2番はさっきはこうなったよね。さっきはこうなった。さっきってどんな時って、これだよね。 a が0より大きい時、つまり a がね、正の定数の時をやったんだよね。で、今回は a は0でない定数、つまりこれプラスかマイナスか分かんないね。つまりこれ場合分けがいるんだよね。場合分け。これ場合分けが必要です。プラスの時とマイナスの時で場合分けが必要。まあ、プラスの時にはこうなるんだよね。先にそっちからやっちゃおうか。はい、いいかな。あとね、プラスの時、 a がプラスだとしたら、丸一番はもうこのままでね、 a 関係ないからね。まあ、丸二番がこれなんでね、 a がプラスの時にはこっちの方が大きいんだよね。1と 2a 足す1だったら 2a 足す1の方が大きいから、まあ、この答えで、そのまま問題いきましょう。1、2を共に満たす定数 x は1個だけ存在するような絵を描きましょう。はい、じゃあね、さっきと同じようにいきましょう。x がね、まず丸一番はマイナス2以下と3以上になっていて、次丸二番がね、1以上を 2a 足す1なんだけど、まあ、2a 足す1ってのは謎の場所なんだよね。 2a 足す1はどこかわかんない。で、今回条件がね、1、2を共に満たす整数 x が1個だけ存在する。だから、むやみやたらと言っちゃダメだよってことを言ってるわけ。こんな風にむやみやたらと 2a 足す1が言っちゃダメだよって。 OK？ じゃあどこまで言っていいのっていうお話なんだけど、むやみやたらと右側に行かずにどこまでって4だよね。 4がポイントになりそうだよね。1個だけだから、1個だけ。今さ、このブルーのところを見たらさ、みんな見ててね、ここ伸ばしていくよ、伸ばしていくよ、伸ばしていって、ここら辺だと1個だよね。ちょうど今伸ばしたら1個じゃない？ 1 個じゃない？ここら辺1個じゃない？1番と2番を満たす式が1個じゃない？ここも1個じゃない？ここも1個じゃない？で、ここら辺行くと、これ2個になったの分かるかな？ちょっと何本も書いてて分かりづらいかな。この1番と2番が重なるグラフにおいて、1番と2番のね、数直線が重なる部分は3と4が同時に満たしてしまってるよね。同時に満たしてしまってる。だから答えとしてはここまでだよね。ここまで4に行ってはいけないってことが分かるかな。4に行っちゃいけない。4に行っちゃうと4が入ってしまうから、つまりこれざっくりこんな感じでいいかな。4に行ってはいけないよ。4に行ってしまうとだよ。4に行ってしまうと、もしここに行ってしまうと4が入ってしまうよね。いいかな、4が入ってしまう。4が入ってしまうからこれじゃダメなわけ。じゃあ次ね、ギリ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 3に行ってみようか。3に行ってみたら、3に行ってみたら、ここで重なる部分って1番と2番が重なるのって3だよね。3いいかな、3だよね。3だからこれイコールつけてもいいのはわかるかな。イコールつけてもいいよね。イコールつけてもしても共に満たすのは3だよね。でも4に行ってしまうと、もしね、ここ4に行ってしまうと、ここ4に行ってしまうと4も入っちゃうよね。
3と4っていう整数が入っちゃうから、どもに満たす整数が入ってしまうから4にいっちゃいけないね。OK。なので、これイコールはこっち側だけにつける。あとはこれを計算して。すべての式にマイナス1して、いいかな、マイナス1しました。で、2で割って。はい、これが答えです。OK。では、そのままね、A が0より小さいときいきましょう。この2つがあり得るよね。 A がプラスの時と A がマイナスの時、この2つが考えられる。丸1番の式はいいね。丸1番は A に関係なく答えがこれだから。で、丸2番の不等式なんだけど、まあこれだね、これこれは A が0より大きい時は A が0より大きい、ここプラス、 A がプラスの時には1足すプラスの数だから 2A 足すというのは大きいよね。でも A が今マイナスって書いてあるから、これマイナス、マイナス2a プラス 1a がマイナスってことは、1に 2a っていうマイナスを足し算したらもちろん1よりちっちゃくなるよね。だからこれ答えは 2a 足す1以上1以下でいいかな。これでいいかな。で、ここで数直線さっきと同じように書きましょう。なんとなく分かるのはさ、もうここら辺にあるのいいかな。ここら辺 2a 足す1っていうのが、まあここら辺マイナス3とマイナス2の間にあれば、共に満たす x、 共に満たす x がマイナス2だけだよね。マイナス2だけでね、マイナス3は入らないね。なのでこの状態からまず考えよう。これでいいかな。マイナス3からマイナス2まで。で、ギリギリのところを考えていこう。ギリギリのところね。じゃあまず、マイナス3ぐらいいこうか。マイナス3。マイナス3のところにもしこれがぴったりくっついちゃったら、これどうでしょう。どうでしょう。マイナス3ぴったりくっついちゃったら、ここね、ぴったりくっついてるんだよ。ぴったりくっついてたら、これ、共に満たす x は何？共に満たす。丸1も丸2も共に満たす。これ丸2だね。上が丸2。下が丸1で上が丸2。1、2を共に満たすのはマイナス2とマイナス3でしょう。だからこれはここに来ちゃいけないよね。いけないね。じゃあギリギリもっとこっち側に行こうか。もしここマイナス2とぴったりだったらどうだろう。ぴったりだったら。ぴったりだったら1と2を共に満たす整数はあるよね。マイナス2ってのがあるよね。こうぴったりでもあるよね。あるよね。なのでこっち側にはイコールをつけるんだよ。まあこのイコールつけるつけないって難しいよね。でこっちね、まあ、イコールつけない、イコールつけるってところで、あとは解いてあげて、また同じように真ん中はね A だけにしたいから、すべてにマイナス1足して、これでいいかな。で2で割って、
も書いてあげて、A が全部大きい時の答え、 A が全部小さい時の答え、2つね、2つまとめて書いてあげて、これでおしまい。 OK、 じゃあ次行きましょう。はい、じゃあね、最後ね、四角6番、場合の数、A、行きましょうか。ちょっとね、あの、カッコ3番まであるんだけど、ちょっと長いから、まあ、カッコ2番まで、とりあえず書いてます。問題がね、赤玉1個、青玉2個、白玉3個、黒玉3個の合計9個の、玉があって、まあ、そのね、玉それぞれね、色以外の区別はできないって書いてます。まあ、カッコ1番はね、赤1個、青1個、白1個、黒1個の並べ方は何通りありますかっていう問題ね。残りが2通りで、最後に1通りとなるよね。あとはこれ何算で結んだらいいんだろう。これ連続した考え方だから、これ掛け算でいいかな。掛け算 4×3×2×1 で 6×4×24 通りで求めることが、できるよ。で、まあこれね、公式として覚えてる人も多いと思うから、まあ、それもね、一応別解として書いておくよ。まあ、公式としてね、異なるものの並べ方っていうことなんだけど、例えばだよ、例えばさくらっていうね、女の子がいて、例えばかるやっていう男の子がいて、例えばもえたっていう女の子がいて、例えばたくみっていう男の子がいて、例えばあいかっていうこの5人のね、子供たちがいたとするじゃない。で、これの並べ方は何って、まあ、さっきと同じように考えることはできるんだよ。まずはね、丸を作ってあげて、一番最初に来るのは誰が来る、何通り可能性がありますかって考えたら、これ5通りじゃない。で、1人消したとしてさ、次何通りありますかって4通りじゃない。1人消したとしてさ、何通りありますか3、何通りありますか2、1。つまりこれ 5×4×5 から1まで1個ずつ数字が減らしたものだよね。で、これをね、数学ではこれ5の階乗びっくりマークって書くことができるね。この階乗ね。なので、異なるものの並べ方、異なるものの並べ方っていうのは、これは N の階乗、まあ、これがね、何人かによる。これが5人だったら5の階乗、4個だったら4の階乗、まあ、N にはね、その自然数が来ると思ってよ。まあ、こんな風に並べることができるんで、まあ、一発でね、これは4つのものの並べ方だから、これは4の階乗で24ってやっても OK。 OK、 じゃあ、ね、次行きましょう。はい、次はね、過去2番、赤玉1個、青玉1個、白玉1個、黒玉2個。まあ、次ね、黒が2個あるのね。それの時の、5個の、並べ方は何通りありますか。まあ、ここで1個1回切れるね。1回切れる。じゃあ、ここまでいこうか。これ赤1、青1、白1、黒2なんだけど、まあ、これね、重複順列って言われるもので、まあ、これがね、2つ同じものが被ってるときどうしたらいいのか、まあ、ちょっと考え方として書いておくよ。例えばこれにしようか。赤1、青1、白1の並べ方としようよ。赤1、青1、白1の並べ方、これの並べ方全部書いてみるよ、樹形図のようにね。赤来て、青来て、白来て、OK だね。次、赤来て、白来て、青来て、これ OK でしょう。次、一番先頭書いて、青来て、赤来て、白来て、OK。先頭そのままね、白、赤、OK。最後が一番先頭に白来て、白来て、赤、青。青、赤。つまりこれ全部で何通りだろう。これ数えてみると1、2、3、4、6だよね。6通り。まあ、全てはね、中学校のように、まあ、こうやって樹形図を書いて考えてくれれば
できるんだよ。できるんだけど、こういったのもだるいよね。なのでさっきやったさ、断るものの並べ方、赤、青、白の並べ方っていうのは、これは3の階乗でいいかな。で、3の階乗の計算の仕方って、3から1までを順々にね、1個ずつ引いて掛け算する。3かける、次に来るのが2、2かける1、ストップ。OK? で、これ計算したら6通りになるじゃない。だからこれ早いんでね、早い。じゃあ、重複順列いくよ、重複順列ね。重複順列って何って、例えば、これ、白の部分を青に変えてみようよ。そうするとこれ赤1、青2だよね。はい、赤1と青2、青が重複しています。じゃあこの樹形図どうなるのって、白の部分が全部青に変わるよ。じゃあこれどうだろう。これさ、これとこれって同じじゃない。赤、青、青、赤、青、青、同じだよね。次見て。青、赤、青、青、赤、青ってこれ、青、赤、青とこれ同じじゃない？同じじゃない？青、赤、青、青、赤、青、同じだよね。これもじゃない？青、青、赤、青、青、赤、これとこれも同じだよね。つまりこれって全部で何通りって、これ1個、2個、3個、3通りになっちゃうよね。OK。重複順列の時は、あ、これ減っちゃうんだってことに気づいてほしいんだよ。減っちゃう。じゃあこれ毎回毎回樹形図書くのは大変だよね。大変。なので、この考え方を使いましょう。重複順列。N の階乗。これだったらね、3つのものの並び方だったら3の階乗、4つだったら4の階乗、5つだったら5の階乗なんだけど、かぶったもの、かぶったもの、かぶったものの数で割ってあげればいい。
1青1白1黒2をやりました。他にもあるよね、白を2にしてもいいよね。うん、これもいいよね。次、青を2にしてもいいよね。うん、でも気をつけてほしいのが、赤を2にしたらダメだよね。赤は1個の玉しかないから、つまりこれしかないね、これしかない。で、今やったのはこれだ。これを考えたね、赤1、青1、白1、黒2は60通りあるでしょう。で、あとはこれさ、同じじゃない、やり方同じじゃない。これの式の立て方って、赤1、青1、白2、黒1の並べ方って全部で5個の玉があるから5の階乗でしょう、この階乗で、かぶってるものが白が2つあるからこれ2の階乗だよね。つまりこれ、式全部同じだよね。この真ん中のやつもこれだし、一番下のもこれだよね。ってことはこれ、かける3でいいかな。はい、これだけだね。今出たやつ60、まあ最初のこちゃんの正規に書いてくれてさ、5の階乗分の2の階乗、2の階乗分の5の階乗で書いてくれてさ、まあこれかける 60×3 でもいいよ。は180通り。 OK、 じゃあカッコ3番いきましょう。はい、じゃあね、最後ね、カッコ3番いきましょう。ここに書いたよ、ここね、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、カッコ1番のところに書きました。どの色の玉も1個以上用いて合計6個の玉を横一列に並べる方法は全部で何通りありますか。まあ、ここと同じだね、ここと同じだね、9個の玉のうち、まあ、9個玉があってさ、どの色も1個以上用いて横一列にする。さっきは5個だったけど、それは6個に変わっただけだね。じゃあやり方、さっきと同じようにね、どんな場合があるのか考えましょう。まずね、自分で規則性決めてやってね。じゃあ次、これ2はこっち移動できるね。1212でもいいね。うん、でさらにこれ白2でもいいね。1221でもいいよね。他にどうある？他に赤2になることはないよね。赤2になることはないね。うん、以上かな、これだけだね。あとは、これのね、並び方をやっていきましょう。じゃあこれ、全部番号つけようか。1、2、3、4、5で、番号をつけて一番上から順々に解いていきましょう。丸1番を計算すると、これ全部で何個の玉の並べ方、うん、6個だよね、6個。なので6の階乗でいいかな。6の階乗だけど、これね、かぶった数字があるよね。かぶった数字、黒は3つでかぶってるから何で割るの。そう、3の階乗ね、3の階乗で割ってあげて、あとはこれ計算ね。6の階乗ってのは6から1までを掛け算して、で、3の階乗ってのは3から1まで、約分できるところを約分して計算してあげれば、4、5、20×6 で120通りだね、120通り。で、次、丸2番さ、これ同じだよね。6個の並べ方、6の階乗3が、白が3つかぶってるから3の階乗。つまりこれも120通りだね。OK。で、丸3番。丸3番同じように1122。何個の並べ方？そう、6個でね、6個。6個の並べ方だから6の階乗。なんだけど、今回は白2でかぶってるね。白2がかぶってる。白2がかぶってるから何で割るの？そう、2の階乗。まず1個ずつね、1個ずつ。白が2個かぶってるから2の階乗で割ります。同じように黒が2個でかぶってね、だからこれ
そう、2の階乗で割ったり、こんな感じね。はい、ではあとはね、計算しましょう。6の階乗が、はい、2の階乗が、これでいいかな、全部掛け算で結んだけどね。で、これあとは約分して、ちょっと大変だね。6、5、30、2、3が6、180。で、もう気づいてるね。これ、丸4番。丸4番は、これと全く同じ式なのいいかな。6の階乗で、青が2かぶってるから2の階乗、黒が2かぶってるから2の階乗で割る。これ、5番も同じだよね。4番も5番もともに180だよね。OK？ で、あとはね、すべてを全部足し算してあげて、おしまい。1番から5番より 120×2 でいいかな。 120×120 でもいいけど、これも 180×3 は240、540で、780通り。700はシュッとりでできました。はい、これでね、中心圏模試の部分が終わりになりますね。なんかね、前回90分でちょっと今回またね、編集してみないと分かんないんだけど、今回結構 俺の中でかなり丁寧な感じでやったから100分超えてんじゃねえかなと思うんだけど、もうちょっとね、頑張ってやって、まあ、ここまで見たらね、やってくれたんだと思うけど、まあみんな気づいてないと思うんだけどさ、これ3日か4日ぐらいに分けて撮ってて、俺全部同じ、同じでしょ。もうこの真剣模試の時は毎回この格好してて、途中でね、切れたところが分かんないのに、ちょわざわざこの白 T にちょっと下をね、グレーのなんか見えないね、スラックスを履いてんだけどさ、やっとこの服もね、おさらばで、おさらばじゃないけどさ、着替えられるというかね、まあね、ちょっとみんなオープニングを楽しみにしてた子たちはね、次の動画からはやっとチョコボール編がね、また、まあ、もう撮ってあるんだ、撮ってあるんだけど、さすがにこれ100分とミックスすると140分とかになっちゃうでしょ。だからちょっと手ブランブランしてやっと終わってね、ちょっと開放感がすごくて、まあ何はともあれね、お疲れ様だったね。まあ夏休みは本当ね、基本に立ち返ってね、基本問題がちゃんとできる、応用問題に目を向けすぎないでね、基本問題がちゃんとできるようにするってことが本当に大切なことだから、ちょっとね、これ簡単そうだなと思うぐらいでちょうどいいから、ねそういうのを頑張って何回も何回もやってみて。はい、じゃあこれでおしまいにします。お疲れ様でした。